これをこうして、うん、完璧。はあ、あ、私と同じ。あの、あなたも。とりあえず名前教えて。え、この島のオーナー？じゃああんたが？驚いた。まさかいきなりクライアントと会うなんてね。私はエイミー、あんたが仕事を依頼したエンジニアよ。わざわざ来てくれたのか？まあ、オンラインでもよかったんだけど、綺麗な島だって言うから、バカンスついでに、ね。あんたから頼まれていた仕事なら、できてるわよ。納期はまだなのに、普通でしょ？あの程度の仕事に時間かけてらんないわ。それに、クライアント、つまり、あんたに不満があれば、対応しなくちゃいけないんだから。ま、私の仕事に問題なんて、万が一にはありえないけど。優秀なんだって、何よ。知ってて頼んだんじゃないの？え、その上、可愛い？あ、あんた何言ってんの？おかしな人ね。とにかく、メールを送っておいたから、あんたが確認してくれたら、この仕事はおしまい。ちょっとだけバカンスを楽しんだら、私もおいとまするわ。何よ、まだ何か用？もう一つ仕事を依頼したい？まあ、取引相手としては悪くなかったし、内容次第ではやってもいいけど。でも、まずは今の仕事を終わらせてからよ。あんたも、私の仕事を見てからの方がいいでしょ？だから、はい、これ、私の連絡先、プライベートにも使うやつだから、すぐ繋がるわ。何嬉しそうにしてんのよ。言っとくけど、仕事以外の連絡はお断りよ。仕事ならいいのかって、まあ、そういうことになるけど。おかしな人ね。とにかく、連絡待ってるから。一応、今後ともよろしく頼むわね。